はい、玉那覇直江のパイロットになろう、今週も始まりました。番組ホストの玉那覇です。この番組は航空業界に携わる方々をゲストとしてお呼びし、ここでしか聞けない航空業界のお話を楽しく聞き出し、航空ファンを増やすことを目指しています。そしてパイロットを含む空の仕事に就きたいという夢をお持ちの方々に有益な情報となるような番組をお届けしたいと思います。この番組は株式会社 L ザ・ランゲージカンパニー、株式会社 ITEP ジャパン、エアスマート、マスターイン、エアスマートエビエーションアカデミー、スカイサンタビズリゾートクラブ、 FSO パイロット留学アカデミー、以上8社の提供で FM コミュニティラジオ FM ギノワンと FM 宮古からお届けいたします。本日はスタジオではありません。バーチャル背景ではありません。これはですね、アメリカシアトル空港から今日はリポートをお届けしたいと思います。後ほどですね、シアトルのゲストの方々をお呼びして、皆さんから素晴らしいこのアメリカの空、シアトルの魅力をお届けしたいと思います。それではお昼前までの1時間お楽しみください。はい、皆さん大変長くお待たせいたしました。今日は先ほど、ご紹介したシアトルから、放送しております、収録をしております。先ほど私一人で番組冒頭のご挨拶を差し上げましたが、なんと今日は去年シアトルのラジオに参加していただいた皆様にお越しいただきました。今日はありがとうございます。緊張してますねさっきの人全然違うねお願いしますよはい、ありがとうございます。実はですね、今回は、もう前々からこのシアトルの航空の街シアトルというところで、たくさんの方が日本の方々に航空を知っていただきたいというところで、事前にですね、いろんな準備をしていきました。ただ今回コロナの影響で、今回私一人だけとなってしまいましたが、まあ、少なくとも、私がいる間にですね、いろんなところに行ってまいりました。そして今日は何日目？3日目です。そしてシアトルの皆さんに集まっていただきました。今日はですね、前回の放送も含めで、今回のシアトルのツアーの見どころも含めてですね、皆さんに、質問していきますけども、緊張してますね、はい、よろしくお願いします。ですね、緊張してタイマースタートの忘れてるしやばい、もう一回やります。大丈夫です、はい、それも含めて、はい、そうなんです。もうリアルな話を、リアルな雰囲気をはい、ですね、まず私はですね、初日に来てですね、前田さんの、案内でですね、ボーイングの工場に実は行ってまいりました。それを手配していただいた前田さん、本当にありがとうございます。見えてますかね、カメラの、はい、見えてますね、はい、ありがとうございます。じゃあそのボーイングをご紹介いただいた前田さん、はい、こんにちは。どうも翼くん、こんにちははい、こんにちは。はい、今回はですね、ボーイング、もうね、あれの規模、スケールのでかさ、めちゃめちゃびっくりしました。もちろんその飛行機の工場、まあ、車の工場すら入ったことは私ないんですけども、その飛行機のエンジニアとして、でボーイングの工場で、中で働いている方々とかシステムだとか、すごく私は感動したんですけども、あそこにやっぱりたくさんの日本人が見学にいらっしゃるんですかね。コロナ前は一般のボーイングツアーっていうのがあって、もう日本だけじゃなくって世界中からいろんな人が来れます。で、実際に工場見学をしてもらうんですけども、まあ、タマさんが、見た風景はですね、うん、もう本当にスペシャルの VIP ツアーということだったので、普段他のお客さんが見れない部分も実を言うと見ていただいたというところですね、はい、あまり詳しく言うと問題になるんで、ですよね。わかりました。とにかくスケールがすごかった、航空ボーイングの工場、ありがとうございました。はい、でこれ見学中にもお話したと思うんですけども、イメージとしては空港に屋根をかけた、うん、イメージが、まあ、ボーイングの工場という感じですね。だから羽田空港、成田空港、那覇空港、いろいろありますけど、まあ、その上に屋根を乗せた場所が、まあ、ボーイングの工場というイメージをしていただければ、ですよね、まあ、どのぐらい大きいかっていうのは分かるかなと思います。大きい飛行機がもう何機も止まった状態、はい、歩いても歩いても端っこにつかないぐらいの大きさ、そうですね、
はい、もうあのスケールの大きさはぜひともボーイングの工場の見学ツアーもうコロナが明けたら来ていただきたいところですね、はい、ぜひシアトルに来てほしいなと思います、はい、ありがとうございます。でその次にですね、ボーイングのあれはフィールドなんですかね、航空博物館案内していただきました。去年、ラジオにご出演いただいた真由美さんでございます。ありがとうございます。マイコーでは改めましてこんにちは。こんにちは、ありがとうございました、はい、こちらこそ。あの博物館あの規模、あ、最初に入ったところで、一つなのかなと思ったらあれがごく一部だったんですよね。そうですね、そこがグレートギャラリーって言って、はい、あの航空博、あの航空史の歴史が、まあ、ざっとあのライトブラザーズ の最初の、飛行機から始まってアポロのプログラムまでそこにはあって、それからあのレッドバーンっていうあの、ボーイングの初めの工場、アメリカで一番古い飛行機を作っていた工場があって、そしてあの、戦争の時の飛行機が、パーソナルカレッジウィングっていうんですけれども、第一次世界大戦第二次世界大戦の飛行機を置いてあるところがあって、それからまた橋を渡っていくとスペースシャトルのトレーナーがあって、そしてスペースシャトルのトレーナーの置いてあるウィングを通り抜けると外 の飛行機、実際の飛行機を置いている場所があって、その実際の飛行機20機あるんですけどもその中で何機かあのコンコルドとかあの中に入ることができるので、本当に1日使え、1日ゆっくり過ごせる、あの勉強になるいい場所なので、1日では回れない、1日回れないかもしれないですね。ですよね。そうですね、飛行機もそのコンコルドとあとは、エアフォースワンぐらいにしか行けなかったぐらいの、もう本当に他に見るところたくさんあって、そうですね、あのスペースシャトルのトレーナーあまり見られなかったですよね、うんうんうん、で昨日は実はスペースシャトルのスペースシャトルのトレーニングがあったんですね1日朝9時から3時過ぎまでもうトレーニングあのびっしりさせられて、あの覚えることたくさんです動線としてその、はい、あの博物館の中で、お客様に対して案内されるじゃないですか、覚える量ってすごいですよね。すごいですね、はい、あのいっぱい飛行機自体置いてあるし、うん、その歴史とかあのもうあの勉強しなくてはいけないし、あと技術者だとかパイロットだとかもう次から次に出てきますよね、うん、で他の同線との方たちはあの今までずっと飛行機関係の仕事をしてた人とか、うん、飛行機オタクでいろんなことを知ってる方が多い、男の方が多いの で、うん、でやっぱり飛行機って男の世界じゃないですか。その中で私は何も飛行機の知識があるわけではなくあの始めたので、本当に勉強することたくさんです。特にあの第一次世界大戦第二次世界大戦その戦闘機っていうのはちょっと私の領域ではなかったので、あの今まで勉強するチャンスがなかったんですけど、うん、あの勉強し始めてみていろいろあの今更ながらいろんなことが分かって非常に面白いし、あの本当にこういうチャンスがあって感謝してます。でも今飛行機の知識がとおっしゃいましたけど、あの真由美さんも実際 FA の自家用操縦士の免許を取られて、そうですね、あの、まあ、主人が亡くなってからどうしようかって考えて、まあ、飛行機の免許取れば何か飛行機のことが分かるかなそれから始めたあれなんでだいぶかかったんですけど、そちらの方もだいぶ勉強をして、あ、いくつになっても頭は、ね、使わなきゃいけないなっていうのはすごいよく分かって、で今こうやってあの航空博物館の同線となってみて、やっぱりすごい勉強をさせられる、させられるっていうかしなくてはいけないし、で皆さんもう本当にトップクラス の仕事をした方ばっかりなので、例えばあのファイタージェットのパイロットだった人たちとか、うん、エンジニアだった人たちとか、あの本当に今までの経験すごい持っていて、で頭もそれなりにすごい使い続けている方たちばかりなので刺激になるし、あ、自分もこれからあの一生こうやって勉強していかなくちゃいけないなってすごく思います。でこうやっていい出会いもあるので、はい、あのすごくありがたいことだと思ってます。ありがとうございます。いや、そうやって博物館のね、あの中を見ると本当にアメリカの航空の歴史の深さというか長さというか、いろんな経緯を踏まえて今の航空があるのは、もう本当にスペースシャトルのところを見た時にはたかだか本当に100年弱であそこまで達成してるじゃないですか、ライトブラザーの方から。
まあ、そんな中今そういうこのアメリカの航空っていうのがあって、でご自身もあの今由美さんも飛行機持ってらっしゃいますよね。実はこのハンガーの、カメラに映らないんですけど向こう側に真由美さんの飛行機があります。後で映します。で実際そこでのお話もお聞きしたいと思うんですけども、フライトは普段どのぐらいやられてるんですか？夏は1週間に 2,3 回飛んでたんですけど、この秋はちょっと天気が良くないので、うん、10月ほとんど飛べてなくて1回ぐらいかな、1回か2回ぐらいで、うん、残念なんですけど、うん、あの飛べるときはなるべく飛ぶようにしてます。ベンさんとお二人、ベンとお二人です。でお二人で飛ばれるときはどのあたりを、距離的には短いところ、だいたい1時間、遠くで1時間ぐらいかな、フライデーハーバーだとか、うん、まあ、一番遠くどこだろう、クエンシーじゃなくて、わらわらの方に1回飛んだ。わらわらっていう地名があるんですか？わらわら東の方ですね。わらわら、居酒屋の名前か、ハングボーンっていう飛行場があるんですけど確かにアメリカ一の玉ねぎさんです。ワシントン州の、とにかくあの、キャスケードマウンテン越えて飛んだこともあるのはありますし、うん、あとオレゴンの方にも一回行ったことがあります、うん、いいですね。あのこの自分の飛行機を持ってフライトするっていうのがもちろん醍醐味なんですけど、それがこのアメリカでできちゃうと、やってらっしゃるというところですよね。あの実はこのラジオのゲストの方でももうすでに、飛行機をもう、なんていうかな、持つというよりも、いつか作りたいという方がいらっしゃったんですね。岸本さん、こんにちは。こんにちは。その説お世話になりました。こちらこそあの飛行機を持ちたいだとか、飛行機を乗りたいって夢がまあまあ少ないんですけども、その方いらっしゃるんですが、岸本さんの場合は飛行機を作りたいというところで、はい、あのラジオの放送の時はすごく感動したし、たくさん多分リスナーの方々に、え、自分で飛行機作るのとか、え、何、水蒸気で何、あの遊びに行くんだみたいな、そんな世界があるんだみたいなところであの話したじゃないですか。あの後放送の後で実際に、飛行機の作成とか、あのフロートプレーンとかどっか行きましたか？そうですね、今あのどれを作りたいかなっていうのを悩んでいるところで、実際あの真由美さんの博物館にもあの訪問させていただいて、そこにも自作飛行機が飾ってあったんですね。であれも作りたいなと思いまして、でインターネットで実際に設計図とか出てくるんで、こうしたら作れますよとか、で実際にこのハンガーのコミュニティにも実際に作っている方もいらっしゃるん でそういう人たちと情報交換したりとか、うん、決してアメリカで自分で飛行機を作るっていうことは別に特別なことではないかなというふうで、まあ、あの教えてもらう環境が整ってて、まあ、あと時間と、まあ、お金があれば、うん、あの決して難しいことではないかなというのが僕の率直なここに来ての感想ですね。あの飛行機を作るという面で全くのど素人の質問ですけども、その飛行機の設計図を、まあ、インターネットで見て、でそれで作り始めたら大体期間的にどのぐらいで作れるものなんですか？まあ、あのケースバイケースですけど、早い人で3年ぐらい、うん、で長い人だと10年ぐらいかけてやる方がいらっしゃいますけど、うん、まあ、皆さん楽しまれて作ってるので、例えば日曜日の2時間だけあの作業に当てたりとかで、まあ、その作業してる様子をみんなでシェアするようなシステムもあるので、あの人がこういうことしてるねとか、こういうことはこういうアドバイスがあるよとか、そういう環境も結構あるので、あの作る過程のサポートも結構整ってますね。うーん、はい、じゃあ今度飛行機作った時にはその飛行機を飛んでる様子をラジオで見たいですね。まあ何年後になるかわからないですけど、はいはい、でそれ作っていない段階、今はやっぱりあの自分の飛行機ではなくて、まあ、レンタルして乗ってらっしゃるんですか？そうですね、あの、まあ、私もあの前田教官に教えてもらってちょうど去年あの撮ったんですけども、まだ飛行時間は100時間足らずなので、あの、まあ、レンタルしてあの時々妻を乗せてあのフライデーハーバーに行ったりとか、まあ、あとはあの近くのペインフィールドでタッチアンドゴーさせてもらったりとか、もうそれだけでも私は楽しいので非常に満足しています。うん、はい、ありがとうございます。今日ね本当天気が悪くてね、あの本来ではみんなで一緒に飛んでいきたいなと思ったんですけども、あの、まあ、そういうことも実現できる場所なんですよね。
もうすでに皆さんあれですか、あの一緒になんか乗ってどっかに飛ばれていたってことはあるんですか、岸本さん。そうですね、あの以前に高松さんの練習に お付き合いさせてもらって、あ、動画見ました。あの高松さんは IFR まで進まれてるんで、うん、私は IFR は進んでないですけど、 IFR の練習の様子とか拝見させてもらったりとか、うん、あのまあパイロットコミュニティ、まあ、プライベートパイロットのコミュニティも増えて、あのいろんな方がいろんなところで楽しんでるなっていうのはすごい肌身で感じてます。あの動画見ると本当に楽しそうだなと満面の意味 の意味で、まあ、高松さんは服としてたんですけど、私はあの綺麗な景色を楽しみました。はい、ありがとうございます。はい、今お話しした高松さん、はい、はい、同じく前田教官から現れて、はい、今ケーキの訓練というところで。そうですね、ケーキ訓練ですよね。はい、もうケーキ照明、どうですかケーキの訓練は。そうですね、タマさんにもねちょっとお話したんですけど、やっぱりプライベートの自家用パイロットからケーキに行くと、なんか自分の自信になっていくものがたくさん見えてきて、あのちゃんと飛ばそうっていう気持ちにはなりますね。そのちゃんとっていうのはすごく安全にとって大事なんだなっていうのは今すごく学んでます。当然景気時間を重ねて訓練をしながらも、当然なんだろう、一番醍醐味であるどっかに遊びに行くというものも楽しんでらっしゃる動画で。そこのバランスがもう 50% 50% なかなか景気が進まないんですけど、あ、そうですね、あのキッシーさんと飛んだりとか、あの昨日はここのメンバーで、そうなんですよ、飛びに行ったりとか。昨日は172で、はい、で4名で飛ばれて、はい、3人ですね昨日は、ね、あ、3人で、昨日3人で、はいはい、天気はあまり、はい、天気あまり良くなかったんですけど、はい、もう本当にあの有志海飛行の醍醐味を、雲を避けて山を避けてガストの中を着陸してって、はい、多分お客様たちはハラハラしてたと思うんですけど、そういうあの醍醐味も楽しみつつ、はい、あの夏はうちの妻とあのレクシェランっていう湖があるんですけど、うん、カスケードマウンテン越えた向こうが、うん、そこまでちょっと冒険チックに行ってみて、谷間の飛行場に降りたりとかね、あ、楽しいですね。そっちばっかりやってるとケーキが進まないんで、あ、今はあの散歩しながらケーキ飛行の座学の勉強してます。いつも、はい、その自分が行ったことない空港に行くっていう経験ももちろんされてると思うんですけど、そうですね、もうかれこれいろんなとこ行きましたけど、まあ、でも楽しいですね、天気調べたり、うん、もちろん間違えたりすることもあるんで、向こうでそれ違うよって言われることもあるんですけど、やっぱりみんなこうエンカレッジというか、みんなをこう包み込んでくれるんで、向こう側から間違ってるけど、まあ、そうですね、教えてくれるような感じで、はいはい、実は昨日の朝も教官と飛んでたんですけど、うん、あのここのハービックの空港で入ってきちゃいけない方から入ってきた人がいたんですよ、はい、で2人で話してて、今言ったらちょっとね、ランディングが乱れちゃうんじゃないって言って、じゃあちょっと着陸してから言ってあげようって言って、着陸してから、あのそこのボナンザさん、ここはこっち側から入ってきちゃいけないんだよって言ったら、 ありがとうって言って、次回気をつけてねみたいな、そんな会話を無線でするっていう楽しいのありますね。あ、なんか、周りがみんなで航空界を盛り上げるというか、まあ、失敗を責めないというか、うん、まあ、安全の方向に行くために、 そうです、そんな文化がすごくあるような気がするんですよ。ああ、もうそれは本当に、あの、本当さっきフレッシュに聞いたばかりなんですけど、うん、あの藤田教官からも言われましたね、うん、やっぱり正直に自分たちがどういうミステークを犯してこういう思いだったとか、こういうふうになったっていうふうにレポートすると、うん、やっぱりこうありがとうって言われて、うん、まあ、将来の安全につなげていくっていう、うん、もうみんなが素直に自分のミスとかこう危なかったことをシェアできるっていうのもあって、うん、それはもう SNS とかでも一緒ですね、みんな、うんうんうん、今日こんな怖い思いしたんだけど、うん、どう思うって言って、みんないろいろ賛否両論あるんですけど、うんうん、そこがやっぱりみんなの気持ちの中で理解できると、うん、あ、こういうの気をつけようって一人一人が思うんで、うん、すごくいい世界だなと思いますね。そうですね、自分の失敗を共有して勉強につなげる、なかなかそれしにくい環境だったなと、またあったんだけど、日本はそんな感じする、うん、アメリカはそういうのがすごく自然に行われているのかなという印象を持ってます。そうですね、あとシステムが多分そのやっぱり正直に言ってもらった方がいいよねっていうのがみんな の、うん、あの、あれで、あんまり責めないっていうことでみんな隠さないっていう文化なのかなっていう気もしますね、うんうんうん、でそのフライトは昨日は藤田さんも、はい、藤田さんと石原さん と、石原さんも、はい、前の席には誰が乗れたんですか。行き帰りで、はい、あ、じゃあ2人とも後ろも前も経験されて、あの揺れた中この3人で飛んだのは1回初めてじゃないんですけど。あ、そうなんですか。はい、ただちょっとあの前田教官の仲間の教官に、こういう人たちが乗るんだって言うと、よく緊張しないねって言われて、すごい人たちだって
いや緊張っていうか、でも昨日じっくり分かりました。そこであの PIC のパイロットインコマンドとして、うんうん、私が決めましたってこの2人に言った時にはなんかスーッとして2人がそっかみたいになった時はやっぱいいなキャプテンはって思いましたね。そうかそうか、すごくね、そこはね、はい、そんな中藤田さんはじゃあ、前のフライトも経験された時に久々にどうですか、まあ、でもあれか前の、しばらくぶりですかこの小型機に乗るのは。ピストン機は7年半ぶりぐらいだったんですね、うん、ただそれまでは、ボナンザとバロンが中心だったのでセスナは18年ぶりぐらいに乗らさせていただいてですねあの頭では分かってるつもりだったんですけども、はい、意外と着地する時の飛行機の高さが地面にかなり近いということを忘れてましてかなりフレアを高くやっちゃったりとかしましてですね、はい、横で高松さんがふっと手が出そうになってたりとかそういったことがあって最後にストーンって真空して着地した時はまだこんな高かったんだあの勝手がなんかを忘れてるなっていうのがありましてあのいつかリベンジマッチをねさせていただくと約束になっておりますどうなんですかあのエアラインのキャプテンとして、まあ、普段業務されてるじゃないですか、はい、そのいわゆるジェネラブという小型機に、うん休みの日に乗るっていう方は周りに多くいらっしゃるんですか。もうたくさんいますね。あ、たくさんいる。もしくは今でも現役でオフの日はあのフライトスクールで教えて見える方とか、うんうん、自家用機持って見える方もいらっしゃるし岸井さんの将来みたいにあのホームビルドを作って見える方もいらっしゃるし、うん、あのたくさんいろんな方がいらっしゃいますね。すごいですよね、その層の厚さはね、うん、飛行機野郎の飛行機野郎仕事でも乗ってプライベートでも乗るそうですね、そういう方も本当にいっぱいいらっしゃいますね。あ、うん、で藤田さんはじゃあいつ飛行機業界に戻るんですか。飛行機業界に戻る飛行機業界、戻れるもんならいつでもすぐに戻りたいんですけれどもまあ、一応今エアラインの中でも教官のロール、ね、役割をさせてもらっているので、はい、まあ、そこで今はさせてもらって、ただ普通の教科に戻っちゃうとオフの日にしか教えれないので生徒さんに迷惑がかかるかなと。でも生徒さんからしてみればめちゃめちゃ貴重じゃないですか。だって自分の先生がもう現役でバリバリ貴重で問われてる方から習うっていうのは、それは藤田さんの休みを使って教えてもらうと訓練生は嬉しいけど忙しくなりますね。まあ忙しくなりますね、うん、まあ、あの少し今あの水面下で、まあ、飛ぶ仕事飛びながら教える仕事になるのか、メンタリングをするだけの役割なのかわからないですけども、ちょっとそういったオポチュニティをもらえるかどうか今ちょっと探っているところで、何か今まで23、4年いろんな人から教わって自分があの経験してきたものを次に伝えていければなという場所を探しを少し最近探るようにしてます。はい、そういうアメリカでやっぱり機長、まあ、エアラインで飛びながら、そういった、まあ、ジェネラルアビエーションのコミュニティに入ってメンターとして活躍するっていうのはアメリカでは普通にやられてると思うんですけども、そうですね、まあ、そういう環境がいつか日本でも本当に普通にできるようになればいいかなと思いますね。あの一緒に乗られた、じゃあ今度すみません、石原さん、あの、こんにちは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いや、あのなんかもうあの昨日すごくエクサイティングに初めましてみたいな話をして、ちょっと今日2回目なので、あの画面上はすごく落ち着いてますけども、昨日はもうみんなで興奮してました、ね、あのインターネット上というかそのリモートの上でのお話っていうのを何回かしてるんですけど、初めてお会いした実は方々ばかりなので、もう昨日はこう実は昨日の興奮の様子撮っておくよかったですね。石原さん、いじめられたところも昨日のあれ撮っておけば、もしかしたらしんちゃん撮ってるかもしれないですよで石原さんもあの一緒に、岸本さんと乗られていたと思うんですけども、普段は自分で乗られることっていうのは。私はほとんどもう今はあのなんちゃってペーパーパイロットのに属するタイプなので、実際にログブックにつけてる時間っていうのはもうほとんどないんですけど、うん、ただいろいろな場面でいろいろな機種ヘリ固定翼と操縦させていただける機会があるので、そういう意味ではまあロータイムなプライベートパイロットの割にはなんかいろいろな場面でいろいろな機種のいろんな経験は持ってるのかなっていうのは思ったりしてるんですけど、あのそういったなんていうんだろう、このいろんな安全装置を開発されている中、久々に172というもうベーシックトレーナーの機体に乗った時に、
そのような先端技術が今に生かされているのかまだまだなのか、それともどのぐらいのレベルが今ジェネラルエビエーションのレベルに落ちてきてるんですかね。まあ、多分セスナーの152とか172で行くと、まあ、もう本当のコンベンショナルなやつなので、今も昔も変わってないもので、まあ、私が乗ってたやつは乗ったんですけど、まあ、最近はグラスコックピットの時代も来てるので、そういうものと比べるとある種ジェネラルエビエーションの方が技術の最先端化で言ったら旅客機よりも数年進んでると思います。あ、そうなんですか。はい、だからあのなんかボーイングとかの前田さんの前にはとてもなんか怖くて言えないですけどでもやっぱり大型旅客機のスタンダードとジェネアビとは全然違うので、うん、ジェネアビだったらできる新しいことがやっぱりエアトランスポートではできないんですよね。だからあとはまあそれぞれのエアライン のトレーニングコストとかのしがらみもかかってくるので、うん、技術は採用したいけれどもできないエアバスとかボーイングとかエンブレアとかの、うん、いう部分もあるので、残念ながら最先端のコックピットの技術を見たかったらおそらくビジネスジェットのハイエンドなゴルフストリームとかに行けば今存在する航空業界の一番ハイエンドなものが見れると思います。そうなんですよ。すごい雨だけどこれ音声は大丈夫ですかね。さあ再生してみないとわからないという状況ですけど、浩二君ご無沙汰しています。もうラジオの時には、うん、素晴らしい話を聞きましたけども、16歳でソロに出たのは17歳でしたっけ。16歳でソロに出る。皆さんちなみにソロに出た年齢っていくつですか。23、うん、はいですね。31、48、29歳、はい、25歳。私も聞くんですか。はい、シニアでした。私は19歳です。お、早いですね。だから16歳のソロですよ、ね、このアメリカだからできたということもあると思うんですけども、その後訓練というのはもう大学は忙しく、まだ再開はしてないですね。うん、まあ、乗ってます最近は。飛行機ですか、はい、飛行機は最後になったのが高松さんと一緒に乗って、それ以来ですかね。ああ、もうそろそろじゃあ復活の兆しが当たるところで、はい、ありがとうございます。なんかかなり皆さん緊張していらっしゃるんですけども、前田さん、はい、今日ですね、なんかすごい静かですよね、みんな、ね、静かですよね。さっき の、ま、あのカメラをスタートする前とえらい違いという。あの実はあのしんちゃんとはね、あの今のこのスタートする前に午前中の念願のルーシーを乗ってきました。もう念願ですよ、憧れの。もう何度もあの YouTube で見て、ルーシーを飛行機、ね、ビデオで見て、でしんちゃん その世界一周の動画を見ました。那覇空港でもお会いしました。まあ、飛行機には触れなかったんですけど、今回やっと見て中に入ることもできてありがとうございました。いえいえ、どういたしまして。沖縄でお世話になりました。いえいえ、いやもうハンガーまで実際行って、飛行機を出してね、今すごい天気悪いんですけど、あの今日の朝のあのタイミングですごくちょっと収まって、そうですね、嵐を呼ぶ男玉の花浦がやってくるということで、多分シアトルの天気の神様が、あれは多分20分ぐらいの短いフライトでしたけども、まあ、その瞬間だけ、はい、まあ、風はちょっと強くありましたけど、はい、まあ、飛べたと、はい、もう持ってますよね。でしょ。っていうところで CM 入りましょうか。はい。ああ、切っちゃダメね。ダメ。あ、切った今。正直言わない。ここ今 CM 中で流れてる。CM 中で流れてる。CM 中で流れてる。立っちゃいけなかった。全然大丈夫です。あ、で、シェア止めなくていいですよ。今28分。そう。モーナー。エコーかかってます。エコーかかってます。最近
ツイキャスでもかかるように。あ、本当ですか。前は YouTube でしか聞こえない。先ほど皆さん渡したステッカーって持ってます。はい、ぜひともマナミーに証拠写真を。あ、もう送っちゃいました、ね。ありがとうございます。あ、本当ですか。いやいや、ビデオで声を加えました。俺もらってないですよ。そう。本当に。あ、マジで。あれ。まあいいですいいですいいです。このカメラに。そう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 。マナミーありがとうございます。マナミー、俺もらってないんだけど、どういうことですか。どこいたから。あった。はい、今いただきました。いや、すごいね。あと20分です。この風。20秒です。そうす。この音ってどうなんだろう。はい、大丈夫かな。ここだけだもんね。いや、多分大丈夫だと思いますよ。いや、拾ってはいると思うけどね。そうそうそう、それです、それです。後半は、藤田直哉の質問コーナーって何ですか。いやタマさんへの質問。電波ジャック。え、タマさん、番組ジャック。タマさんへの質問。タマさんへの質問。ちょっとタマさんに語ってもらう時間がね。そうだね。必要ですね。余計緊張してくる。あ、でも藤田さん準備がすごいんで、もう今頭の中全部かかってすごい。いや、後半はもうザックバランに座談会にしようかなと思うんですけど、ある程度ねえ、一人一人お話を聞いたんで、はい、では振っていただいたら行きますよ、はい、はい、中盤の CM タイム終了しましたが、 CM タイムも動画をご覧の皆さんも気づいたと思うんですが、実はですね、この私シアトルに、来た時にですね、スタジオで今、ミキ進行しているマナミンからですね、プレゼントをいただきました。皆さんお持ちですか。マナミンに証拠写真を。ありがとうございました。いただきました。ありがとうございます。もう笑ってると思います。ありがとうございます。マナミンからです、FM 技能のステッカーをいただいてですね、後ろにはちゃんと手掛けてですね、いつもありがとうございますというマナミン直筆の、ステッカーをいただきました。ありがとうございました。はい、後半はですね、あ、違う、そうそう、しんちゃん、あのルーシーの話をね、さっき切っちゃいましたけど、はいはい、はいはい、すごい嵐ですね今日ね、本当に。まあ、しんちゃんはね、私のラジオの番組に去年の5月に初出場いただいてから、もうエアロジパングプロジェクトのお話をいっぱいしてきました。で、これまでたくさんの方々にその反響があり、で講演会にもつながり、まあ、そしてしんちゃんがあったからこそ皆さんの出会いがあって今私がここにいるんですけども、今回、まあ、なんだろう、世界一周の話をするにはもう全然時間が足りないんですけども、端的に端的にですか。端的に端的に、答えありますよ、はい、もう二度としません。大丈夫です、安心してください。もう二度としませんっていうような内容ですもんね、フライトは。はい、本当に大変なミッションフライトでした。はい、まあ、そのフライトに比べて今日も結構揺れたんですけども、あれはあのミッションフライトに比べるともうへのかっぱですね。はい、いや結構揺れたんですよ。しんちゃんビデオ撮ってくれたんで、一瞬私頭がガーンって天井の頭がぶつかるぐらい揺れてましたね。高松さんも昨日飛んだ時の結構揺れてたんですか。もう3人で天井に頭ぶつかりそうになってましたね。ですよね、何度も、はいはい、ありがとうございます。ボナンザルーシーは普段はこちらでどういった活用をされているんですか。はい、まあ、本来であればディスカバリーフライトを、まあ、たくさんの人に提供するということで、準備はしていたんですけども、まあ、何せルーシーは58歳 の飛行機なので、まあ、ほとんどがメンテナンスでダウンしていた、まあ、もっと言うと、まあ、世界一周するために、まあ、その準備ですよね。で、まあ、地上に置いてあったということが結構長かったです。なので、まあ、ディスカバリーフライトを頼まれても、まあ、フライトスクールの機体を使って、まあ、同じような体験をしてもらったりということが多かったですね。まあ、なのでこれからはまあ、ぜひ、まあ、シアトルに来た時には、まあ、そういうことができればいいかなというふうに思ってます。しんちゃんの
ビデオでディスカバリーフライトって結構やられてるじゃないですか。日本の方々が来て飛んでものすごく楽しいわーみたいな話です。ああいうのも今後はされていかれる予定ですか？そうですね、なるべく、まあ、見てきて触って、うん、まあ見るだけじゃなくって、まあ、実際に、まあ、手を触れてみるっていうことができるのが、うん、まあ、ここにいるメンバー全員そうですけども、うん、見るだけじゃなくってやっぱりやってみないとやっぱり感触って分かんないと思うんですよね、うん、だからそういうことは提供できることがあれば、うん、でやりたいなというふうに思ってますね、はい。まあ、本来はね今回シアトルツアーというところで日本からたくさんの方々が来てで実際に飛行機を乗って操縦をしてまあ、ご存知だと思うんですけど日本はなかなかそういう環境がないんですよ。その操縦桿に手を握るっていうこと自体がなかなか難しいところでここ本当に簡単にやるじゃないですか。その環境をまず見ていただきたいなっていうのが一番の大きな理由だったんですね。でそれとやっぱりこちらのこの航空の街シアトルに来ると真由美さんがいらっしゃる航空博物館で歴史も見そして、まあ、一般の方々も見学できるボーイングの工場あれを見ることによって、まあ、パイロットもそうですけども石原さんとかね岸本さんのエンジニア、まあ、金ちゃんもそうですけどもエンジニアとしての目線というのもすごく鍛えられるだろうしもっと言うとその空が好きというだけの人でもなんかいろんなそのチャンスが見えてくる街なのかなとそれを次回はぜひ実行したいんで、このラジオを通じてですね今回はみんな来れなかったんだけどもぜひ来年以降も含めてたくさんの方が来ていただければ皆さんに会えるかもしれないしんちゃんと乗れるかもしれない。そういうことです。はい。いいですよ。じゃあ真由美さんからですね、この航空博物館どんなに素晴らしいかお願いします。航空博物館の宣伝をさせてください。世界で一番大きなノンプロフィットのプライベートの航空博物館ですので、ぜひいらしてください。それでもし日本語のツアーが必要であれば。航空博物館の方に前もって連絡していただいてボランティアで日本語のツアー希望っていうと私の方に連絡が来るのであるいは中国語でも何でも連絡来ますので前もって航空博物館に予約してもらえると日本語でツアーできますので、ぜひ来てください、はい、絶対行った方がいいです。真由美さん、この飛行機、はい、お二人がご所有されている飛行機というところで、そうです。ちょっと飛行機の説明と、この飛行機で何をされているのか、お二人。はい。これ二人でレジャーで飛んでる飛行機で、セスナ150、二人乗りです。で、1968年の飛行機なんですけど非常に手入れがいいのですごいよく飛びます。どこ飛ぶんですか？大体この辺りだとキュージェットサウンドの方に行ってフライデーハーバーとか行って食事してお昼ご飯食べて帰ってきたりとかそうですね、この辺り結構あちこち飛んでます。ありがとうございます。Explain to me about how beautiful this city is. Well, this area is absolutely gorgeous for doing flight. The Puget Sound and the mountains and all the islands are absolutely gorgeous. And so we fly to a wide variety of locations in the state and even across the Cascade Mountains, which are quite high. So it's just a beautiful area to fly and to go into a wide variety of airports.ここでもやっぱりね男のパイロットの人が多いですね。 7-8% はが女のパイロットであと男性が多いのでだいたい奥さんがコパイロットで飛んでくるんですけど私が飛んでベンが隣に乗ってっていうのは珍しがられますね、はい、ぜひとも皆さんシアトルに来てこのお二人のフライトをご覧になってくださいぜひぜひお会いしましょうはい、ありがとうございま す,、はい、いますではですね、後半もうあと時間もものも少しなんですけども、皆さん一人一人ですねシアトルとしてアメリカに来た方がいい、アメリカをおすすめする航空ならアメリカという観点でというか一言メッセージをちょっと
急に来てもすいませんね。お願いしたいと思います。浩司君の方から。いきなります。博物館が、とても大きくて実物もあるので見るととても何回も行けるものなのでぜひ行ってみてください。はい、やっぱりアメリカって航空がすごく身近なもので特別な人のためのものでもないと思うので、だからこっちに来る人たちっていうのはこれからパイロットになろうっていう人ばっかりがこっちに来るだけじゃなくて、パイロットを仕事にしたくてもいいけどでもちっちゃい時にパイロットになってみたいっていうちょっとしたちっちゃな夢があった人でもここだったら来てちょっとした体験できたり、仕事にしないでも遊びでできることもできるっていうのがアメリカだと思うんで、ぜひ機会を作ってでも来てほしいと思います。はい、ありがとうございます。改めまして、ただシアトルにいるだけで普通の小さな飛行機が飛んでるのがよく見えるし、まあ、大きな飛行機もよく飛んでるし、そういう飛行機の音とかも聞こえるので、ただシアトルにいるだけで飛行機を非常に身近に感じると思います。その上で博物館にいらしていただければいろいろ楽しいように話とか勉強することができると思いますので、それもぜひ含んでもらいたいと思います。はい、ありがとうございます。では藤田さん、お願いします。シアトルには住んでないんですけれども、アメリカという国の航空大国アメリカという言葉が本当にそのまま正しいと思ってるんですね。日本だと航空っていうとエアラインだけなんですけれども、言ってみればもうそれがどうしても9割以上占めるんですけども、アメリカには実はエアラインよりかはもっと大きな裾野の、場所があって、誰もが一歩空港にですね、飛行場に足を踏み入れればすぐに飛行機に乗れるという環境がありますから、まあ、石原さんもおっしゃって見えたんですけれども、少しでも興味があったらぜひまずは来て試して飛んでみて一緒に空を楽しむ醍醐味をですね感じてもらって、そこからまた夢が広がっていくんじゃないかなと思うので、ぜひ来年のシアトルツアー参加しましょう。ありがとうございます。そうですね。参加するぞ。いえ、高松さんよろしくお願いします。はい、今藤田さんもおっしゃったように航空っていうものが身近な国なんで、できるだけちょっと一歩を踏み出して、一つ私多分一人だけ航空と関係ない一般人のパイロットなんですけど、最初にアメリカに来た時に空港が日本のようにその展望デッキみたいなのがあるところがほとんどないんですよね、うん、飛行機が見えるところがあって、これなんでかなと思ってすごく距離が遠いなと思ったんですけど、考えてみたらこの空は一般人、私みたいな一般人のものでもあって、みんなで共有しているもので、うん、柵の外から見るところじゃなくて一緒に飛行機に乗る国なんで、うん、ぜひいらしたらお声かけいただければどこかに必ず空にみんなでお連れしますんで、ぜひご連絡でいただくか来年参加してくれ、よろしくお願いします。はい、僕はですねシアトルまだ住んで2年ですけど、まあ率直に感じることは非常に自然豊かで、今紅葉の時期が綺麗だなと思います。で、まあ湖もあり山もありっていうところですけど、まあ空を見上げると昨日タマさんと回っただけでも3機ぐらい水蒸気見つけました。まあ、そういうふうに使われている飛行機が生き生きといるところなので、まあ、皆さん飛行機見るのもよしですし、こういったパイロットの方と交流するのもすごいいい機会になると思いますので、ぜひ来てください来年。はい、ありがとうございます。しんちゃん、はい、締めですよ。そうですね、北海道出身、42歳既婚者ですけども、もし私に会いたいと私の手を握りたいっていう人はぜひ来てください。子供いますけど。本当に握るけど。本当に握られちゃうんだ。操縦桿だと一緒に握る。女の人だとひどいですけどね。いや、共感で握るのが普通なんで。握られたじゃん。いや、男は握らないですから。握ったよ。女性のみです。何回も握ってるよ。はい、ぜひ来てください。はい、ありがとうございました。では本当に来年のシアトルツアーが実現して皆さんと会える日を楽しみにしております。ぜひシアトルにお越しください。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。
ました。停電しました。これで電気がパッと。タマちゃんが操縦してますよ。じゃあもうこのまま一直線上に行きましょう。はい、あ、タマさんすごいラッキーだね。シアトルも見えるし、今向かってるのは実は言うとスノーコーミーフォールっていうところに向かってます。はい、どうですか久しぶりの。いやいいっすね。いいっすね。いいでしょう。ここが最高のオフィスですよ。Welcome to United States。Yep。はい、ということでどうですかこの3日間4日間。いやね、アメリカのねやっぱりね、まあ、知ってはいたつもりだったんだけどね。ボーイングの工場博物館、まあ、実際に空港の周り、飛行機、人、まあ、全てが大きい。全て大きいですね。大きい、はい、人も大きいけど人も大きいけど、はい、気持ちも大きい気持ちも大きい。やっぱ違うね。俺本当はね今日ね、シアトルツアーでねたくさんの人たちが日本からね来てこの感動を味わってほしかったんだけどね、まあ、今回は私一人ということで、はい、まあ、ナンクルナルサーということで、ナンクルナイサーですよ。トラッキングチェンジアプローブ、セナベ。はい。で、ワシントン州は今日非常に、まあ、飛べなくはないけども、観光フライトにはちょっと良くないフライトですね。あんまり飛んだことがない人が飛ぶと、あー、前田さん、I'm going to die! っていう、そういう、ちょっと揺れてますけどね。はい。今、タモさんがこういう形で操縦しています。操縦できるんですね。できますね。できましたね。あの素人かと思ってましたけど嘘です。やはりちょっとタービランスがありますね。確かにね、このタービランスで最初のインドックフライトはきついかもね。ディスカバリーフライトはね、ディスカバリーはねっていうタービランスずっと飛んでましたんで。それ世界一周中もっとひどかったんでしょ。え、それが何、何分の話じゃなくて何時間の話。だすごいんですよこのルーシーって。あ、そうだ、ルーシー撮っとこう。皆さん、これがルーシーです。はい、これがかの有名なルーシーです。イエーイルーシ ー, 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 ー。そしてこれが幸運を呼ぶダッキー、メカニックマイクがくれたダッキー。ダッキー、ルーシー見てましたよ、はい、ビデオで。まさか私がここに乗ってるとは。応援してました、ね、しかしね、こんな揺れの中を、しかももっとひどい中、揺れアイシング何ライトニングと、ライトニングも、そうそう、みんな冗談だろとか大げさなこと言ってんだよとかって言うんですけど、全部やりました。いや、それがアメリカ国外に出るといろんなことで違うんじゃないですか。 ATC からそのフライトからも 何にもかもサービスも含めて、もう全てが違いましたね。なのでアメリカの外に出ると、今これ私レーダー見ながら飛んでるんですけど、こういうレーダーも一切ないですね。あ、はい、そうか。だからどこに雷雲があるのか、どういう天気になるのかっていうのはもう本当に地上で得たデータを得て、まあ、もちろんアフメドが飛んでる間ずっと私をサポートしてくれるんで大丈夫でしたけども、うん、はい、もう限られた情報の中で飛ぶっていう感じでしたね。あ、そんな中よく動画も撮りながら飛びながら聞きながら喋りながらね、え、本当に感謝してください皆さん。本当に貴重っすよ、あの動画は。本当に大変でした。いや、こっちに来てからね、もうずっとそういったお話を、ね、聞いてたじゃないですか。はい、まだまだビデオには流れていない情報まで。いや、大変。本当にいいよ。もう一回やりますか。やりません。二度とやりませんので、はい、無茶振りしないでくださいね皆さん、お願いしますよ。で、今こう綺麗な雨が降ってますけど、うん、タイの時はもう本当に大粒バケツを本当に吹きかけたような雨がもうブワーって。あ、じゃあ前が見えない状態。前が見えない、はい、でそれがまさにサンダーストームの入り口なんですけど、うん、その後はもう本当に乱気流にこういう巻き込まれる、今普通に座ってますけど、うん、こういう感じ。あ
イエーイみたいな、そうそうそう、ウィーハーっていつから俺はカーボーイになったんだっていうそういう状態で飛びましたけど、どうしてもこうこのジェネービの世界があって上がこう成り立ってるっていうこのアメリカの社会と全く全然別の位置づけがある日本だと、やっぱそこに関連付けさせるの難しいかもしれないね、うん、これを知らないと。そうです、この、この、この感覚を知らないと、はい、ただまあタマさん、あのボーイングの工場見てもらって分かったと思うんですけど、ものづくりも実は言うとこの小さい飛行機から始まってるし、あの、そうそう、本当そう思う。トリプルセブンの X の新しい翼見てもらいましたけど、うんうん、ルーシーが持ってる翼が大きく なっただけだしいやもちろんあのスロットだとかスラットだとか、うんうんうん、あの他のアクチュエーションシステムももちろんついてるんだけど基本は同じ、うんうん、だからそういうことをやっぱり全体的に分かればエンジニアリングも強くなるし、この公共インフラの考え方も変わるし、でそのトレーニング教育方法も変わってくるし、うん、っていうところですね。日本のその航空工学の産業のなんていうの訓練の時にこうやって飛行機を使って組み立てとか分解とかそれもない。あ、そっか。なんでかってさ、日本の大学院は数学物理で飛行機を飛ばす、ロケットを飛ばすということだから、僕はそれはそれはそれいいと思うんですよ。もう数式はもちろん大切だけどもさ、その実際にこういうものを触って動かして、もっと言うと飛んでみたりとかってするのがもっとプラスに作用するでしょう。そう。なので、僕が高校生の時に、野口先生って言って、もう亡くなられちゃいましたけども、その先生が私に高校生の時に、パイロットになりたいって言ったら、お前バカかと。アメリカに行けと。パイロットになるにしても飛行機勉強するんだったらアメリカに行けと。うん、で、僕が、はにゃでも今アメリカに来て、やっぱり思うのは、まあ、あれいつだったかな、先生が亡くなる前だか、もう10年前ぐらいに、シアトルに遊びに来た時に先生に言ったのは、先生、今なら、本当先生が僕に何て言ってくれたかよくわかりますと。それは、やっぱりそういうことを経験して、見て、触って、思う、うんうん。で、もっと今、ね、あの時、あ、そうか、あの時もボーイングで働いてたのか。なおさらで、そういう仲間がいるし、うんうんうん、大学は、てか大学に行った時も、そういうね、クラスメートの7割、8割以上の連中がパイロットの免許を持ってるっていう環境だったから、ですね。その環境だから同じ言語で話せるっていうことだよね。うん、だから、地上にいる人も上にいる人も、みんな同じ言語で喋ってるから、なるほどと、It does make sense っていうふうになるっていう循環ですよね。もちろん将来ね、それが日本が航空宇宙のね、技術をどんどん発展していくと思うんだけども、まあアメリカのその技術も取り、アメリカの経験も取り入れて、なんだろう、日本をアメリカみたいにするとかじゃなくて、アメリカでこういう経験もしながら、しっちゃんみたいに、あとこの間三沢さんみたいにさ、経験をした上で日本に戻ってきて、そこでさらにどんどん普及していくというか、変革するというかさ、改革するというかさ、そうすると日本のも本当にものづくりの技術がぐわって伸びるじゃない。すごい繊細で真面目だし、はい、うう計算も得意だし、はい、だからいつかこうなってほしいんだけども、そのためにはやっぱり社会科見学、こうやって社会勉強するっていうのはすごく大切なことですね。インターネットで情報を得ることはもちろん大切なんだけど、現場に行ってみて、現地に行ってみて、その空気の匂いを、あ、それ全然違う。うん、それはもう動画の世界、はい、いくら大画面で見ようとね、そう、現場に来るっていうのは全然違うからね。そういうことです。はい。なので、まあそれは世界一周してても、それはすごく感じたし、そこに行ったからこそその国の、素晴らしさっていうか、全くそのテレビニュースで聞いてた、例えばミャンマーにしてみたって、ね、内乱が起きてるととても危ないところだというイメージがあるわけじゃないですか、ニュースからするとね。でも、ね、キャプテン、ウェルカムトゥアワーカントリーみたいな感じで言われたら、で、笑顔でみんないるわけですよ。いや、僕のイメージはみんな泣いていて、兵士がいろんなところにいて、っていうイメージが、みんなニコニコして、こう、赤い飛行機を見て、写真を撮って、わーって言ってる。なんだ、すごいじゃん、この、っていうか、
ニュースみたいな、うん、報道は何を伝えてるんだと。そうだよね。あのもちろんそのニュースも大切なんだけど、うん、あのその反対側では実を言うとこういう生活もきちんとあるんですよっていうことを知ってれば、まあ、全然なんていうの驚かなかったと思いますけど、うん、あのあれはすごくカルチャーショックだったし、あのパキスタンだってそうですよね。あの写真は撮らないでくださいっていうふうに他の人に言われてたんだけど、パキスタン人からたくさん撮ってくださいと。うん、で僕たちのその美しい国のことをキャプテン伝えてくださいっていうふうに言われて、うん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 、あ全くそのなんていうの。いかにそのインターネットの情報だとかメディアの情報がでたらめになるかっていう。そうだよね、そこなんだよね。はい。そういう意味ではぜひとも経験してほしいね。まあ、今回の本当にシアトルのさ、うん、シアトルツアーの本来の目的はあのたくさんの人それ見てもらうんだけど、まあ、次回以降につなげましょうよ絶対に、はい。そういうことですね。うん、はい。ということで皆様楽しんだでしょうか。私が一番楽しみました。ごめんなさい。私が一番楽しみました。はい。ということでありがとうございました。ありがとうございました。どうも。はい。イエイ。イエイ。